リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ。はい、ということで、明けましておめでとうございます。皆さんお元気しておりましたか？はい、お久しぶりです。どうも。はい、ということでね、すっごく久しぶりに動画を撮っているので、なんか手とかブレブレなんですけれども。はい、なんかこんな感じで撮影をしていこうかなと思います。ということで、皆様お元気でしたか？そっか。そうか。ってことで、私は、半年ぐらいね、昨年活動してなかったんですけれども、元気ではありました。そして、今年も私は元気です。なので、この調子でやっていこうかなとは思っております。まあね、昨年はいろいろありましたので、いろいろがあって、いろいろでいろいろだったので、結構絶望することだったり、なんか悩むことだったり、路頭に迷うことだったり、なんかいろいろとありましたけれども、まあ平穏無事にね、昨年は生きていくことができました。でね、今年は、今年の目標は何だろうな。激しい喜びはいらない。その代わり、深い絶望もない。植物のような人生を、そんな平穏な生活こそ私の目標だとか言いたいけど違うんだよね。そのまあ、キラヨシカゲみたくなっちゃうので、手首を切断しなきゃならなくなっちゃうね。いろんな人のね、お気に入りの手首をね。あとはもうナリザを見てしないとならないね。はい、ということで、今年の目標は、まあ楽しくちょっとまたゲームとかなんか動画とかいろいろやれたらいいなとは思うんですけれども、まあまずは自分の生活をね、こうしっかりと安定させていきたいなっていうのが、すっごくリアルな目標かな。なので、まあ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 、いろいろとありますけれども、まあ楽しくいろいろやっていけたらなと思っております。もしですね、皆さんから何か要望とかコメントとかいろいろありましたら、それに合わせて少しずついろんな活動をね、模索してやっていけたらいいなとも思っておりますので、ぜひぜひよかったらコメントだったり、ツイッターで絡んでいただいたりだとか、よろしくお願いいたします。あとはですね、ポケモンをね、結構やっていて、ツイッターを見てくださってる方は多分知ってると思うんですけども、まあそのポケモンを買ったりしたので、まあポケモン関連の何かをね、あげれたらあげようかなとか、なんか、ドラクエもね、ちょっと一回休止中なので復帰して、いろいろと今の新ストーリーをやったりだとか、やっていこうかなとは思います。そして、新年もね、新しい仮面ライダーの玩具だったりとか、見ていきたいですし、仮面ライダーの情報とかも追っていきたいなという形ですね。まあ、今のところ仮面ライダーとドラクエを日本軸という形にして、他のゲームをちょこちょことやっていけたらいいなと思っております。はい、ということでね、結構短いお話動画になりますけれども、今年も皆様よろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバイ！最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。